どうもなおちんです。さあ今日もファイアーエンブレム無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこのキャラクターを使っていこうと思います。強いんでしょうかね。ローレンツです。レベル1にしてます。1まで下げました。なぜかっていうとこのスキルを使おうと思うんですよ。下克上。敵のレベルが自身より高いほど敵へのダメージが増加するですね。なんでレベル1に変えてます。そしてプラスで捨て身ですね。敵へのダメージが大きく増加するが敵から受けるダメージも大きく増加するというこの2つのスキルですね。さあいけるのかな、行ってみます。ちなみに難易度はルナティックで行ってみます。いけるんでしょうか。ローレンツレベル1。おかしいな。では行ってみましょう。多分食らえばやばすぎるぐらいのダメージを受けるとは思いますけども、まあローレンツの特性でダメージはね、まあまあある程度受けても大丈夫なのよ。ダメージ与えれるね。レベル1だよこっちで。向こうはルナティックなんだけど与えれる。普通に行くとレベル1だったらねダメージ1しか与えれないと思うもんね。それがちゃんとダメージを与えれてるっていうところがすごい。よし、これダメージさえ受けなければいけるぞ。いける。よし、いけ。とにかく氷で動きを封じ込めてなんとかやっていこうか。そしたらいけると思う。あぶね。これ問題は敵が何体かこう重なった時が相当きついっていうところね。よし、 OK、 いけるぞ。しゃー、倒せた。よし、くんいけるぞ。やばい。よし、 OK。 あー、ローレンツ来た。重ならないようになんとかね倒し込んでいかないといけませんね。やばい、やっぱ危ねえ。よし、 OK。 よし、倒しは切れないけども、でも全然ダメージ与えてる。めちゃくちゃいいよ。オッケー、あぶねー。いや順調、順調、順調にマジで倒してる。すごいわ。オッケー、とりあえずローレンツまでは頑張れ。第2陣は特に問題ないと思うんでローレンツが一番硬い。よし、いける。これ意外と余裕かもしれない。勝った。いやでもこのまま攻めていけば全然いけるはず。うん、いけ。まだか、勝てえな、さすがに。どりゃー、オッケー。ではこのまんま第2部隊はスキップして第3部隊まで行ってみましょう。これは意外と余裕だぞ。第2部隊終わりですね。第2はまあ余裕でした。第3がちょっときついかな。うん、でもまあいつも通り敵をねできるだけ集めて倒していきます。の方がね効率的なのよね。やっぱりイグナーツとヒルダも集めてさらに反対側まで行って、あっぶね、お前ら攻撃すんな、危ないからね攻撃はしないでいただきたい。 OK、 ここで戦っていきます。あ、来てないか。
あぶね、ちょっと待て、ちょっと広いところに行きますね。 OK。 いやー、せい、いける、デイ、いけるぞ、強いぞ。これチャージ6が鬼のように強い、やっぱりね。氷属性やばすぎる、やばい。攻撃をもらったらダメ。ちょっと待って、イグナーズそっち行くな。危ない、無理。よっしゃ、とりあえず1体でも多く倒して、よし行きましょう。お、メルセデス行けた。行くなとも言ったね。危ない、ここで倒す。でルズ行きましょう。おっしゃ、倒せた、行けた。マジで強いマジで強い。危ないけどね、ものすごい危ないんだけど。ちょっと待って、ヒューベルとも一緒に行きたい。いっけ、やばい、危ねえ。あ、状態異常が結構効かないタイプ。よし、でいい、ちょっとモニカまず倒そう。一体ずつ行こうか。よし、終わりだ。で、ヒューベルトを、ちょっと待って、行く前に他をちょっと当たっておきましょうか。あと2体多分そうだよね。ヒューベルトとヒルダで終わり。よし、うーん、ヒルダの HP が結構高めですね。やばい、ヒューベルトどこいる、あいつなんか後ろからチクチクやりよるでしょ。よし、できるだけ一緒にまとめていきたいんだ。うまいこといかないな。いや、 OK、 集めた。あとは必殺が出るのを待つだけ。いっけ、そこまで削れないね。でも大丈夫、ギャー、いけー、いいぞいいぞ。やばいやばい、なんかやったらダメージ食らう。おー、うまい。よっしゃ、ヒューベルトいった。よし、あとヒルだ。ここで削っていく。倒せるかな。しゃー、いけた、無傷無傷。で、このまんま真ん中に集めて3体同時に行きましょうか。あー、レベルが7まで上がってる。7まで上がっちゃってますね。これは厳しいか。やっぱりね、1の時と7の時じゃだいぶ攻撃力違うだろうからね、うん、でもまあどうしても上がっちゃうんだもんね、仕方ないもん。ここはレベルがすっごい上がるから仕方ない。とにかく雑魚敵をある程度減らしとけばちょっと戦いやすくなるかな。ルナティックはね、雑魚敵の攻撃力もね意外にでかいのよね。オッケー、一番硬いディミトリ、おー、危ねえ危ねえ危ない。どうだ、あ、そこそこ削れるぞ。よし、いっけ、あー、ちょっと待て、ちょっと待て待て、集めたい、とにかくずっと集めておきたい。いけるぞ。ちょっとチャージ6失敗したから巻き戻し、いけるやろう。
ここである程度減らしたい。あぶねえ、あぶねえ、ちょっと待って覚醒します。いけ、おっしゃー倒した。あとエネルガッドだけいけるやろ、いけるぞ。いいね、対戦無効じゃないね。最後減らないな。でもこれぐらいだけでも減れば十分でしょう。あぶね、いける、よし、いいぞ。なあ、覚醒ここで終わり。でも大丈夫、くらい、あぶねえよ、いけるやろ。ちょっと待て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 、ミスったミスった、よし勝った。ここまでのようで、レベル1でルナティッククリアできました。クリアタイム11分28、まあそこそこだったんじゃない、よかったんじゃないですか。はい、ということで今日はローレンツレベル1を使ってルナティックの最難関クエストやってみました。クリアできましたね。下克上の能力が半端じゃなさすぎる、あれむちゃくちゃ強いね。はい、ということで、やってみてください。ではまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。